にちは、今日は、長崎公会堂単独ただふみ岩田単独ライブにようこそおいでくださいました。ちょっと今日肌寒いんですけど大丈夫ですか、寒さ。どこからいらっしゃいましたか。Thank you.
かなか歌を歌っている方が、得意な忠文岩田です。今日は最後までよろしくお願いします。パチ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 、ライブは心の持ちようで楽しくなったり、気持ちが入り込んだり、さまざま自分の今のアンテナで言葉を音をキャッチしてみてください。次の曲は、ありがとうという曲です。いつも、大切にしている仲間が集う場所で、できた曲なんですけど、ありがとう、ごめんね、なかなかこう言えなくないですか。例えばイライラしてる時とか忙しい時とかは、言葉の、ね、力がこうなかなか強いらしくて、イライライラってしてるとこういろんなところがこう痛くなっちゃって、その言葉がこう出にくい出にくいってここら辺になっちゃうんですけど、思い切って言うと、お互い好きにするので大切でしたね。ありがとう。あの時はごめんね。大切な人に愛してるよ。僕らこのところを許してください。で伝えてください。ありがとう。
なすのはいつかだ。
今日はどこから来られてるんですか。頼みた。音楽はどんな感じですか。じゃあちょっと考えておくまで見えますよ。じゃあお隣の方、音楽ってどんなイメージがありますか。遊び。じゃあ後ろの方、今日どこから来られてますか。岐阜県から。エルハルバル、ありがとうございます。音楽はどんなんですか。癒し。心が救われる。心の表現。後ろの音楽とは。そうです。音楽ってどうなんですか。音を楽しむ。字のこと。Oh.
家族のために家族のために来ました。家族を思って僕。
の上で手を振り叫ぶよ、どんなに苦しい時も君は
歌を始めたきっかけは、あんまり自分に自信がなかったんですよね。小学校の2年生か3年生ぐらいの時に、人前でこうカラオケを歌う機会が、恥ずかしながら思いっきり歌ってみたら、みんながこう歌と歌い終わった後にシーンってなったんですよ。でその次の日からみんなの見る目が変わったというか、なんかここは空気が吸いやすいような形で、そこから、もう音楽に捕まってて、やみつきになって音楽をやめられず、一番どん底の時から少しこう這い上がってきて、音楽にまた救われたなとか、もう歌いたくないんだみたいな、時を経て今になるんですけど、そんな時に UX で
お芝居です。